孫悟空か。ああ、そうだ。どうだ、ここが世界の運命を決めるセルゲームのリングだ。運命を決めるにしちゃせこいリングだ。そいつが完全体か。そういうことだ。試合には必ず出てやる。それまではもう誰一人殺すんじゃねえぞ。いいな、いい試合になりそうだな。あそこまで強くなっていっとかな。どうでしたか、悟空さん。正直、あそこまですごくなってっとは思わなかった。やってみなきゃわかんねえが、ま、このまんまじゃ、俺は多分勝てねえだろうな。そんな。もう一度、精神と時の部屋を使うがいい。時間はあるんだ。いや、オラとご飯はもういい。下界で修行する。9日間もありゃなんとかなるさ。なぜだ、あの部屋は生涯で2日間しか入っていられないが、お前たちならまだ丸1日は十分に入っていられるのに。あそこの中何もしなくても相当体にきつい。十分に休めてやった方がいい。やれやれ、さすがのカカロットさんも部屋の過酷さにとうとう音を上げたか。かもな。だがこれ以上無理に来ていてもつれえだけで修行じゃねえ。でもおめえたちがまたあの部屋に入るのに文句を言ってるわけじゃねえ。まだ鍛える余地は残ってるみてえだし。なんだと？気に入らんな。今の言い方だと貴様の方が俺より実力が上だと言っているように聞こえる。あ、随分上だと思う。何？じゃあみんな、おたげ頑張ろうな。武道大会でまた会おう。行こう、ご飯。武道大会セルゲームまであと9日。精神と時の部屋での修行を終えた悟空とご飯は疲労した体を休めるため自宅に戻った。3日休んで3日特訓、そんでもってまた3日休む。そして武道大会だ。ねえお父さん、本当にそれでいいの？セルに勝てるの？ま、いいからいいから。悟空さん、ちょっとうちさ戻ってきてくれ。ん？父？悟空さん、修行さ終わったんだろ？だったらたまにはどっかにお出かけするべ。終わったわけじゃねえけど、まあいっか。なら決まりだな。せっかく悟空さんが免許も取っただし、夫に大きな車でも借りて家族3人で湖畔にでもドライブに行くだよ。そっすか。なんか準備はいるか？持ってくお弁当作りてえから、肉と魚をいっぺー取ってきてほしいだ。肉と魚だな、任しとけ。どんくらい必要なんだ？そうだな、欲しいのは
欲しいのはこれで全部だ。よろしく頼むだよ。みんなで出かけるのは久しぶりだから楽しみだな。父の弁当は楽しみだけど、この運転中の苦手なんだよな。みんなで均等に乗っていったら楽なのによ。均等運で行ったらドライブになんねべ。それに車の方がムードがあっていいべさ。そんなもんか。そういうもんだ。悟空さ、初めて会った日に二人で均等運に乗ったことを覚えてるだか。もちろんだ。芭蕉船を借りに亀仙人のじいちゃんに会いに行った時のことだろ。なんだ、あの時オラ悟空さんの後ろでこの人のお嫁さんになるしかないって思っただ。え、そうだったんか。んだ、今になってみるといい思い出だべ。結婚を約束した日から天下一武道会で再会するまで、オラは悟空さんに会えるのをずっと楽しみにしてただ。お母さん、お父さんと一緒にいられて嬉しそうだな。お父さんが心臓病で倒れている間、本当に心配そうだったもんな。そうだ、せっかくだからしばらく二人きりにしてあげよっと。あの、僕ちょっと用事を思い出したから二人は先に行ってて。僕もすぐ追いつくから。え、ちょっとご飯ちゃん。大丈夫だよ、目的地は分かってるし、車より武空術の方が早いから。しばらく二人でドライブしててよ。そうけ？それじゃあ悟空さん、二人でドライブに出発するだ。わかった。それじゃご飯、後でな。